こんにちは。今日は、虫の声と一緒にお話しします、皆さんも9月ですね。早い。今年も9月になっちゃった。9月でお話しようと思ったのは、まず8月にどうも何かエネルギー変わりましたね。ちょっと上がった気がします。で、お金が出てってどうしようもないよっていう人たくさんいらっしゃると思うんですよ。特に9月出ていきますね。8月9月で出ていきます。または入ってこないのに同じもん出てくるとかね、なんかこう数字が合わないっていうね、ことが起きてると思います。これは、起きてる人の方が、合っています。正しいです。で、動くということが今すごくいいことで、ぐる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 回転していく、金運っていうのは、お金、金が回るというね、回転するっていう意味があります。だから入っては出ていき、入っては出ていき、出ては入り、出ては入りというね、出入り前も呼吸のようだよとね、吸ったり吐いたりする、呼吸がちゃんとできてない人は金運が悪いですよ、なんて話もしました。皆さんちゃんと呼吸できるようになりましたか？特に仕事してる時に息止めてる人ダメですよ。仕事してる時は一生懸命吐かないとね、はーって吐かないとお金入ってきません。で、出すことによって入ってきますよっていうことをね、常々お話ししてるんですが、出すというのは何でもいいです。出すことによって入るという言葉でしかないんですね。どういうことかっていう と、何々を出すというふうに決まってないわけですよ。出すのは何でもいいってことですよね。変な話、対外に出すでもいいんですよ。具合が悪くてあれもこれも出しちゃったっていうね、人でもいいんですよ。汗でかいてもいい、涙で出してもいいし、もちろん吐いてもいいし、下痢してもいいし、どんな状態でもいいんです。で、男性は固有に出すものもありますよね。女性は年取ると出なくなっちゃうものもありますよね。こういう出すというものも全て出すに含まれるんです。またもちろんお金を出すというのも出すことにつながります。一旦入ってきて、これがね、他人の金で人の本人に返す、これも自分を通して出ていったということで出すことに含まれます。またお金じゃなければ、物ですよね。断捨離してくださいってお話も、物を出す、ね、家の外へ出すっていうね、とりあえず家の外に出すだけでもいいですよ、捨てなくてもね、これだけでも違います。出すということがとても大事です。で、他には出すというのは自分のことを話すというのも出すですよね。心の中のことを外へ出す、誰かに話すことでもいいし、または紙に書くことでもいいです。それこそ動画を自分で撮って消去してもいいですよね。何も誰かに伝える必要もなく、自分で動画を撮って、外へ、ね、吐き出すという方法もすごくいいと思います。で、嫌なものはどんどん出していく、ね、まず嫌なものをどんどん出していって、その後は良いものを出すんです。学んだものを出す、ここ切り替わってきます。で、自分の、ね、発言が変わってきてる人、特に今まではその嫌なこととかダメなことをこう他人にこう聞いてもらったりとか、家族に愚痴ったりとかね、ちょっとここ頭の整理をするためにこう自分の中の負のこと、感情を吐き出してる、出してるっていうね、または体の嫌なものを出してるとかね、いうのだったのが、徐々に自分が学んだこととか影響を受けたことを出したくなった、外にアウトプットしたくなったっていう方は、一つ上のステージに上がっています。あなたがまず自分の何を出しているのかっていうのを次のステップで考えてください。最初は嫌なもの、それから学んだこととかね、自分の伝えたいこと、感心したこと、感動したこと、これってね、良かったよっていうね、何かを出せるようになったら次のステップです。で、出すというのはさっきも言いました、呼吸でもいいですよってね、わざわざ食べたものを出すっていうことはちょっと違いますよ。体に負担をかけない
という形でね出してほしいと思います。自然にね出るものっていうのは自分にとって不要なものです。こう言うと拒食症とかね食べたもの全部吐いちゃうんですけどっていうね方いらっしゃると思うんですが、私の見解というかその時代の見解からすると体に合わないから出るんだと思うんですよね。その太りたくないから出すというふうにみんなが思っているけれど実は違うところに原因がある可能性があるね。体の中に何らかの病気があってこの病気に栄養を与えないために食べないっていう可能性もあるんですよ。だから拒食症だからダメだとか拒食症だからなとかいうことではなく、まず出すことがその苦しいんであれば本当に食べないというかもうお粥とかね本当に少量食べてお謝辞3杯でも食べてやめてみるとかね何か工夫をしてください。出すことが辛いっていうのは、今回のお話しするアウトプットとはちょっと意味が違います。まあ、病気とかでね大量に汗かきましたとか熱が出たんで汗かきましたとか鼻水がずるずる出ましたとか咳が出ましたとかいうのは、まあ、一時のことなので仕方がないですけど、継続的に、1年2年と続くものに関しては病気となりますのでこれはお医者さんの判断を仰いでください。あとステップアップの今日お話なんですが9月に入って8月からちょっと変わったなっていう感じがします。なので今まで縁のなかった人と縁をと持ったっていうようなね、ことが現れてくると思います。新たな縁再開です。どっちかというと再開ですね。再開するようなことがあればぜひとも皆さんとてもいいことなので再開を堪能してください。でお互い再会してねいろんな話をしたいとかねこれアウトプットですよね。いいことだと思います。で必ずしもビジネスにつながることがいいことなわけではなくあなた自身が満足することっていうのをね目指してください。でやっぱりねお金にこだわるとお金が回るかなどうかなっていうことでもちらっとでも考えると苦労がやってきます。お金のことを口にするたんびに苦労は必ずその後に未来にやってきます。だからもう見て見ぬふりないときは我慢で生活費の支払いがあって、ね、食費もないんですっていうことになるとやっぱり何かねお金の使い方が間違っているということになります。でこれもこれから、少しずつ形を変えていくと思います。何かね気づきがあってあこの使い方がいけたいんだよなこういうふうにするのがいけないんだな食事もすごいお金がかかってると思ったけど実はもっとこういう方法で簡単に安く楽な食事方法あったんだなとかね、食品が下がると随分楽になります。あと電話代とかね光熱費とかまあいろんなものを見直すとなんだ結構楽じゃないって思うようになるかもしれません。これがもう書き出してみることによって可視化って言いますよね。可視化することによって気づく人は心だけでは気づかないんですよ。なぜかまだ心が働き始めてね何年も経ってないんです。まだよちよちの赤ちゃんなんですよ。で表現することもできないし聞いたことも理解できないしっていうねまだ心で考えようとしてもなかなか分かりません。紙に書いて目で見て自分の状況を判断してください。で今日のお話の一番のメインはステップアップ皆さんしてますよというね、ステップアップをしてますからちょっとね落ち着いてでここで季節の変わり目なんで少し体調崩します。私もやたらと寝てます。あーなんかやってきたステップアップするときっていろんなものが出るんですよ。外へ嫌なことがどんどん出ます。何なのって気づかなかったことに気づくことによって何これっていうね腹の立つことたくさんやってきます。例えば5つやってきてもその人にとって最近ちょっと心が落ち着いていたとしたら5つってめちゃめちゃ多いんですよね。だからまずステップアップした時は
嫌なことあるぞっていう、ね、ソが出るぞってね、ソのエネルギー外に出すぞっていうね、ソばっかり話してますね。ちょっとあれどうにもなんないね。そろそろ終わりかな。ということで、まず今の時期、変化がありますからアウトプットしましょう。でアウトプットするときは何でもいいです。外に出すものは全て外です。正直言ってそうです。あれですね、あれうーですね。うーっていう辛いなーっていうね、うーが来るよっていうお知らせのようですよ。でもこれはね、乗り越えたら終わります。一つ乗り越えたら終わって、また一つ乗り越えたら終わります。自分の考え方も変わっていきます。変わったらなんだこんなものっていうね、考えに変わります。お、変わってきましたね。はい。例えば私本当膝が悪かったんですね、この間うちまでずっとね。今ちょっと努力して治ってきましたが、階段を上がるマンションに引っ越したわけですよ。それまでエレベーターだったのに、横に歩くマンションから縦に歩くマンションに引っ越したんですよ。私からしたらもう辛いなんてもんじゃないですよね。一段ずつしか今降りられないんで、なんで私こんなところに引っ越してきたのって思うんですが、これが未来の私にとって価値のあることなんですね。毎日階段上がって降りて上がって降りて、この繰り返しがやはり私の膝にはとっても必要なんです。だからあなたの苦しさっていうのは必ずしも苦しいために起きていることではありません。未来には幸せになるために起きている可能性があります。未来の自分を信じていきましょう。またねー。